連環画とは、中国で20世紀初頭に発行された一連の物語を1ページ台の差し絵と見出し文で表現する手のひらサイズの絵本である。連環画は中国における漫画の形式であると考えられている。天国祭画法などの1880年代の中国の新聞史上で連環画の技法の原型を見出すことができる。 更新事変を記述した1884年の10枚の絵画は、連環画の最初期の例とみなすことが可能である。1899年に、上海文液書局出版は、リトグラフ印刷による出芝県画の絵物語、三国志演技全図を出版した。この形式は、連載絵物語を表す、開会図の名で呼ばれていた。中華民国の時期に、 連環画は急速な発展を見たが、この時期には、連環画の名称は定着していなかった。1925年から1929年にかけて、上海世界諸局は、西遊記、水古伝、三国志演技、方神棒、竹伝などの連環画を出版し、これらの連環画の題名の上部に記された、連環図画の文字が、 連環画という名称の最初の仕様であるとみなされている。この時期の連環画は中国の神話や古典文学、演劇を主な題材としており、また、陶器映画の普及につれて人物のセリフが絵の中にも書き込まれるようになった。この時期に登場したオリジナルの素材による特筆すべき連環画としては、ハーサヨの王先生と長吉平の ミケルローキが挙げられる。これらの連環画は通りの貸本露店でわずかな料金で貸し出されていた。1920年代までに連環画は香港でも出版されるようになり、連環画の貸本露店は1940年代の日本の占領時期にあっても一般的な光景であった。やがてこの形式が無教養で下品なものであるとみなされるようになるにつれ、 香港では1970年代に、連環画という形式は事実上消滅した。中国大陸においても、連環画という形式の人気は、文化大革命の到来によって終焉を迎えた。この時期には、民衆教家の手段として、水古伝などの作品を連環画形式で出版する、ことも試みられたが、当時の政治的要求に従ったものであったため、 内容的には進化することができなかった。そのため、1980年代には、連環画を復活させようとの試みがなされたが、文割期の10年間での作家と画家の損失により、もはや連環画の復活は不可能となっていた。ABC On, Wendy s a 香港コミックス。 A History of m o n t は、プリンストンアーキテクチャラルプレス、ニューヨーク、ISBN1 から568982690レント、ジョン・エイラストレーティングアジア、コミックス、ヒューマーマガジンズ、ンピクチャーブックス、ユニバーシティオブハワイプレス、ISBN0824824717。 ハットイングリッシュイーストデー、イングリッシュイーストデー、アリュールオブイラストレーテッドブックレッツリトリーブドオン2007年4月3日。ありがとうございます。